はい、こんにちは。日本海学徒、くつだわです。懸念していた台風7号の影響なんですけれども、8月15日、靖国神社付近、新宿区ですね、の天気は、正午まで小雨で、あと午後晴れるようです。大阪の方になんか台風それちゃったみたいで、大阪の方には気の毒なんですけれども、そっちの方では、電車とか新幹線とか止まっちゃうかもしんねえなーっていう感じなんですけども、正午参拝、懇親会、申し込まれた方は、お忘れなく、忘れちゃってドテキャンしないでくださいね。よろしくお願いしますね。今日ですね、池袋でアサリのパスタ食ってたら、そのうち1個が大外れで、ドブの匂いがした。なんか傷んでて。慌ててセイロガン購入してですね、西口の松清で、セイロガンを購入してですね、で宝くじ売り場の前あたりでこのピン上げてうんって飲んでたんですけど、まあよく考えたらすごい怪しい光景だったよな。職質されなくてよかったなあって。私貝がアサリが大好きで、特に貝といっても牡蠣とかそういうのはあんま好きじゃないですけども、アサリが大好きで、これは貝塚こさえるほど貝食ってた縄文人のDNA なのかなって、思ったりなんかして、トルコ大使館、トルコでクルド人が迫害されてるって嘘つくのやめろ、日本にいるなら日本の法律守れ、言っておりました。世論です。いやいや、全員連れて帰れ。トルコに返してあげるのが人道。迫害が嘘なら難民申請突っぱねてもいいな。法律守るのはトルコ人、守らないのがクルド人。以前はクルド人に同情的だったが騙されていた。クルド人がなんか右翼の外戦者が通ってますね。クルド人がトルコで迫害されてるっていうデマを信じちゃった人でしょうね。強制送還に従うよう言ってもらえませんかね。川口市の市職員はクルド人は約2000人って言ってるんですけど、住民票に登録されてない人いっぱいいるなんて話で、有識者はいや4000人いる。トルコ大使館によれば在日トルコ人、トルコ国籍は約6000人。これですね、パスポートを出してるのがトルコ大使館なんで、まあ正確なとこでしょう。そのうち少なくとも2000人、多ければ4000人が川口にいるって異常でしょ。異常じゃないですか、これ。数の力で居場所を都合よく変えよう。あわよくば乗っ取ろう。自治区作ろうって、意思をすごく感じんですよね。なんでそこばっか集まってんのみたいな。やばいっすね、川口市ね。30年前に上野で偽造テレカ売ってたイラン人みたく対策できればいいんですけどね。あれ対策した結果、まあいなくなったっていうことなんですけど、迫害されてるって嘘つくな。知ってましたそれ。嘘だな。迫害されてたら、クルド人のね、トルコの国会議員が何十人もいるわけないじゃないですか。80人ぐらいいるそうですよ。クルド人の国会議員。こいつらだって国籍がトルコなんだから、沖縄県民がね、俺たち琉球人って自称してるようなもんですよね。それと構造がすごく似てんな。なんか沖縄知事選挙に琉球王国独立とか掲げて立候補した頭おかしいの言いましたけど、過去に、ゴミナスどもは逮捕されたらトルコ国籍、かわいそうな難民ぶるときはクルド人って使い分けてますけどね。このトルコ大使館の、クルド人はトルコで、迫害されてるって嘘つくんやねえよっていうのをテレビで報道してもらいたいな。したらね、NHK がやらかした優しい猫みたいな、難民万世みたいな、そういうドラマも作りにくくなったからね。犯罪教唆番組でしたね、あれも。トルコ政府が日本国内でクルド人の行儀を正して回ってくれてもええんやで。なんかインドはそうしてるって噂を10年前に聞きました。だからインド人が犯罪を犯したっていう話あんまり聞かないっていうね。なんかインド人はインド人同士でそういう行儀悪いやつ処理して回ってなって、
だから犯罪を犯さない噂は10年前に聞きましたよ。国民民主党学生部の女子大生が名古屋駅付近で凱旋してました。中年男性が意味不明なことを言いながら襲撃、もみ合いになり男は逮捕。優しい中日新聞、名前を載せずと。まあこの場合はちょっとわかりますけれどもね、精神異常だと不起訴になっちゃうから、そういう恐れがある場合は逮捕されても名前出さないっていうのを、まあわかるんですけども、あとはね、特定の国の国籍だと名前出さないね。なぜか、中国でもないアメリカでもない、まあ近い国ですよの国籍だと、どういうわけか名前出さねえっていう風習が日本の報道ゴミマスにありましてね。世論です。で、名前は目の前に交番あるのによくやるな。国民民主を目の敵にしている党といえば、昔からある芝木隊の嫌がらせでしょ。左翼はすぐに暴力に訴えるんだよな。暴力反対言いながら殴りに来るパターン、暴力を振るうのが左翼なんですよね。どういうわけか、立憲の本拠地である愛知だし、こういうことが起きるのは脅威に感じている連中がいるということ。まあ国民民主党が認められてきた、敵としてふさわしいって思われてきたことでしょうね。どこの政党関係者かすぐに答え出ちゃうよね。わけがわからないことを叫ぶのってパヨの特徴だよな。日本語じゃなかったかもしんないっすね、ひょっとしたら。芝居てるね。凱旋やデモを妨害に来るのはパヨの常套手段であります。私も100回以上やられました。相手にしなかったけどね。参院選新宿凱旋で外国人生活保護廃止を言ったら、通りすがりのあんちゃん2名に凄まれました。池袋でも駅に常駐している顔に傷のある立ちんぼのガードマンに凄まれました。パヨの定義、嘘と嫌がらせを用いて秩序破壊に励む。そのまんまだな。身元はすぐバレるので多分これの続報ないな。民民を敵対してる、敵視してる立憲〇〇支部職員とか共産党〇〇支部職員とか、愛知民団職員とかだとゴミマスが都合悪いもんね。民放労連は立憲支持を公言してるし、 NHK にはね、共産党員のディレクターいるしね。これ喋ってたのが女子大生じゃなかったら襲撃しなかったと思うんですよ、これ。大の大人でなんかこわもてでいう人が喋ってたら襲撃しなかったと思うんですよ。パヨはバカで幼稚で卑怯で卑劣なんで、弱そうな相手選ぶんですよね。自分が勝てそうなやつ最初から選ぶんですよね。単なる人間のクズっても言いますけどね。パヨはパチンコ倒産ブログさんによれば、チャンネル桜の水島社長はですね、最近、ウクライナはもうロシアに敗北している、戦争は終わってるんだが、アメリカの情報操作でそれが知られていないとか言い出してんだって。ゆうべとうとう1ドル100ルーブル、1.44 円を記録、まあゴミくずになったってことなんですけど、ロシアの体力切れの兆候ですよね。終戦近いかな。これもアメリカの情報操作なんですかね。ちなみに1995年のルーブルは、21円でした。ソ連崩壊は1991年だったんで、まあその後も、まあ、ロシアになってからのルーブルも、まあ、21円ぐらいあったものが今は 1.44 円。これを暴落と言わずして、なんというのかって話なんですけど、世論です。とうとう捜査用の外貨が尽きたか。むしろ今までよく踏ん張った。通貨が死んだら国も死ぬわな。国破れて産がありというし、放置で天然資源の物々交換で、それだと相当足元見られるぞ。売り先限定されちゃいますからね。物々交換でお願いしますなんて言ったらね。ロシアは農業と資源の両方あるからしぶといぞ。北方領土を買い叩こう。頑張れプーチン、世界に負けるな。1ルーブルは1ルーブルなんですよ。21円から 1.4 円になったってちょうど15分の1になっちゃいましたね。これもアメリカの情報操作っていうのかな。いやいや、世界中が見てる為替市場を操作できたら
世界中からね、あの富をかき集められて外交とか戦争とかそういう意味が変わってきちゃうんじゃないかな、米軍も必要なくなっちゃうんじゃねえのかなって、思っちゃってね、かき集めた金で国ごと買収すればいいんだもんね。普通の国で通貨が大暴落するとですね、通貨安ボーナスっていうのが発生します。で、あのその国のものが売れまくります。なんせ安いから、今それやったらロシアに資金提供、で体力つけて戦争長期化っていう結果になるんで、世界から大貧縮買うよな、できないな。元から大貧縮の中国ぐらいしか買わないんじゃないのかなって思いますけれども、北方領土を買い叩けってあの意見ありましたけど、戦後ならいいけど今はダメですね。ロシアに資金提供はそういうわけであの戦争長引かせっから今はできませんよね。中国反スパイ法、俺が怪しいと思った外国人は逮捕。米国先端技術3部門での中国への投資を禁止、人材派遣もダメ。中国、おいマスコミ、不景気って書くの、2023年度4月5月6月中国への外資が前年度比 87.1% 減少、ほぼ10分の1になっちゃった、いうニュースですね。世論です。中国干せばロシアも止まるかも、よう考えたの。マジで仕事なくなってるっぽい。取引先の中国企業たちがとにかく仕事くれくれてめっちゃ必死、戦争しようとしてる国に投資できないよね。儲からないとなったら一斉引き上げか、無慈悲よな。まああの株みてえなもんで、まあそんなもんでしょう、日本のバブル崩壊を研究しまくっていたのに外国人社員を人質にしそう、外国企業を没収してきそう、ゴミクズルーブルに乗じてですね、ロシアの資源を買い叩く中国を干せばですね、結果的にあのロシアも干上がって終戦が早まるんでいいんじゃないでしょうか。あ、中国を、干上がらせるのは、一度贅沢を覚えたですね、人民の不満が高まってあちこちで放棄するってんだったら、黄色い布のお忘れなくね、頭に巻いてね、日本のゴミマス、中国経済絶好調っていつまで言ってられるんでしょうかね。ちょっと見物だな。2015年の株売り売る禁止、株を買うのはいいけど売るのは禁止なっていうのをやった時に、まああの終わってたんですよ中国経済って、むしろ今までよく隠せたもんだな、感心しますけど、隠す努力ってあの膨大なエネルギー用意し使ったんだろうな、それをね、あの、まっとうに経済成長に当ててたら、こんなことにはなんなかったんじゃないのかなって思うんですけど、努力の方向が間違ってんですよ。大会の賄賂とかばっか頑張って、あとね、何や、圧力団体作ってあちこち根回しして、成績を上げて、いうのばっかり頑張って、全国にですね、40しかないスケートリンクを増やす努力を怠ってる横の国と同じであります。さて中国兄弟経済絶不調のようですけど、ウミガメ林法政や日本炭子麻布食品河野太郎や米とどうすんすかね。旨味がなくなったら手のひら返しすんすかね、無慈悲にね、旅館業法改正で近々宿泊拒否が可能になる。今までは拒否は原則禁止だったそうであります。これ知りませんでした私。これでですね、心は女、女風呂に入れろって言い張るおっさん追い出せますね。世論です。非常識な人間を断れるようになるのは大きい。飲食店は入店拒否できる。昔病気を患った客を追い出したり、いろいろと問題があったから原則禁止になったそうだ。なるほど、そういう歴史があるのか。迷惑客ブラックリストが作られそう。そういうやつは旅館以外でも迷惑かけてんだろ。旅先での大声外国人にうんざり、迷惑外人客が横行したせいで潰れたとこもあったろうに。遅いよな。迷惑客の情報共有も進めよう。ブラックリスト作ってね、これは迷惑なやつだからということで、全国の旅館泊まれねえようになるとかね。私の第一印象なんですけど、心は女のおっさん対策って意見は少なくてですね、むしろ迷惑外国人対策っていう意見が多かったであります。心の女おっさんは家で風呂入っててよ温泉旅館行かないで暴れなくて、行かないでさ、暴れんだから。外国人お断り旅館、日本人に流行るかもしれないですね。
外国語がわかる人いないんで、おもてなしできません、させんって言っておけば別に差別にもなんないしね。宿帳に偽名書くと犯罪だそうです。下手すと捕まる。伝染病まん延防止のための追跡、保健所の業務、追跡と、まあ、あっち行った、こっち行った、ここ止まったっていうのを把握しない、できないと困る。伝染病、まん延防止のために。あと、防対法に支障を来すからだって。これで、迷惑 YouTuber 減るといいですね。あと、大声外国人ね。というわけで、台風は、都内は大丈夫みたいであります。大阪の方、名古屋の方は、直撃しそうなんで、十分にお気をつけください。不要不急の外出は控えてですね、缶詰やカップ麺や、水やコロッケなんかを買っていくといいかもしれません。デトックスジャパン。